日本政府が目指す高次元の生命ムーンショット計画。ムーンショット計画とは、さまざまな分野の研究者などの英知を集結させ、2050年までに体や脳、空間や時間といったさまざまな制約から人々が解放された社会の実現をするといった内閣府が推進しているプロジェクト。ムーンショットという名前には、1961年にジョン・ F ・ケネディ大統領による月面着陸プロジェクトアポロ計画を発表し、その際のスピーチで語ったフレーズに由来している。内閣府はそれぞれ9つの目標を掲げており、1、身体や脳、空間や時間の制約からの解放。2、疾患の超早期予測、予防。3、自ら学習、行動し、人間と共生する AI ロボットの開発。4、地球環境の再生。5、2050年時の食と脳の創出。6、誤り耐性型量子コンピューターの実現。7、健康不安のない100歳人生。8、気象制御による極端な風水害の軽減。9、心の活力や安らぎの増大を掲げている。このプロジェクトの中で、サイバネティックアバターと呼ばれる自身の身代わりになるロボットを介して、自身は VR 空間でロボットの視点や感覚を共有し、もう一人の自分を創造するといった計画もある。